今回はトゲトゲの悪魔ことモロクトカゲについて少し詳しくなってみましょう。モロクトカゲはオーストラリアの砂漠など乾燥地帯にのみ生息する固有種のトカゲで、全身トゲトゲ、お腹までトゲトゲと、まあとにかく見た目が怪獣っぽくてかっこいいです。和名や学名にもあるモロクは、時代や宗教によって神だったり悪魔だったりするモレクからで、このモレクに対する信仰は人見悟空とか現代の価値観からすると結構えげつないもので恐ろしい存在だったりするんですが、今回主役のモロクトカゲは見た目がいかついからそう名付けられたって感じで、大きさは20センチほどと手のひらに乗るくらいの小さなトカゲで、とてもおとなしい穏やかな性格です。このトゲトゲも捕食者に食べられないようにするためのものだったりします。ついでに言うと、よく見ると首の後ろにコブのようなものがあるのですが、敵に襲われた時に頭を下げてこのコブを頭だと思わせて頭を守るということもします。また動きもパーッと走ったりもするんですが、カメレオンとか七不思議みたいに揺れながら止まりながら歩くっていう変わった動き方をしていて、植物とかのふりをしているんじゃないかと言われています。でこのモロクトカゲ、食べているものが特殊でアリしか食べません。アリの行列を見つけると一匹ずつ舌でペロンと捕まえて食べちゃいます。しかも食べるのは一回の食事で500から1000匹以上と、とにかくいっぱい食べます。だから飼育もとてつもなく大変で、一応オーストラリアのアリススプリングス爬虫類センターやアリススプリングスデザートパークで飼育や繁殖がされていますが、もともとの生息地の近い立地なので現地調達が可能だからこそできるって感じみたいです。他の特徴としては足から水を飲むことができます。こう言うとなんか宴会芸みたいですが、やってることは結構すごくて、モロクトカゲの皮膚にはものすごく細かい溝がいくつもあって、それが口にまでつながっているので、全く動かなくても足だったり体のどこかしらに水が触れると毛細管現象で吸い上げられて、動かなくても口の中に流れてくるというわけです。モロクトカゲの住むところは砂漠など雨がほとんど降らないような環境ですので、これにより水たまりもできないようなごくわずかな雨でも体に当たれば水を飲むことができますし、また雨は降らなくとも霧などは発生するようで、その際霧の水分を集めて飲むことができるというわけです。全身トゲトゲの大味な見た目ですが、実は繊細な技を持つモロクトカゲでした。おまけ、モロクトカゲに微妙に似てるトカゲでツノトカゲっていうのがいるので、こっちも少し詳しくなってみましょう。こちらはメキシコなどアメリカ大陸に住むトカゲで21種類ほどいますが、そのうち何種類かは目から血のビームが出ます。赤血槽術です。カモ家の人なのかもしれません。ただ当然このビームで相手を撃ち抜くなんてことはなく、水鉄砲程度の威力なんですが、犬とか猫なんかにはものすごく不快な味らしく、それにより身を守ってるというわけです。おしまい。